こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。日本は物価が安い、まあ。日本から送る、荷物を送る輸送コストも安いし、まあ、インターネットを使って、まあ、輸出ビジネスをするならそのネット接続費、パソコン費用も安い。そして何より商品を仕入れる、ねえー、仕入れ代金安い、物価が安いというのがあってね、えー、輸出ビジネスで稼ぐと、まあ、非常に 稼ぎやすすいで,すで日本の物価が安いというのがね、えー、自覚してない人がかなり多いです。日本は物価すごい安いっていうのはね、えー、あまり実際に輸出ビジネスをしてる人、えー、輸入ビジネスをしてる人、えー、物販ビジネスをして、まあ、海外のね、えー、価格なんかに敏感な人以外は、まあ、ほとんど知らない。まあ、どちらかというとね、日本は物価が高いと。まあ、東南アジアとかね、えー まあヨーロッパとかアメリカの一部以外は日本より物価が安いというふうにね、えー、洗脳されてる、えー、ことが多いんですけど、まあ実際問題、えー、海外の方が全然物価は高いし景気もいいです。まあ、特にね、まあ何でもかんでもと言っていいぐらい物価が高いのがオーストラリア。ねまあ、そのオーストラリアに輸出して稼ぐ、えー、チャンスが巡ってきます。まあ、オーストラリアはシドニー。 なんと 200, 200億円のマンション。ね。1棟じゃないですよ。1部屋200億円のマンションも、えー、あっという間に完売していると。まあ、財布の紐が緩いオーストラリアで稼ぐ、えー。アマゾン輸出おすすめです。これ、オーストラリアね、不動産価格が、ここ20年以上ずっと新潟上がりに上がってます。不動産が上がると、まあ、大抵の人は家を持ってますんでね。えー、まあ、自分の、どんどん金持ちになってるんだなというふうに思ってね、 えー、お金をバンバン使う人が多いです。でこれね、えー、シドニー、ね、あるいはオーストラリア、まあ、全般にどんどん、ねえー、人口が増えていくと予想されていると。今現在、シドニーが467万人、まあ、今現在っていうか、6年前ですけど、まあ、それがね、えー、2036年、24年後には660万人に増えるであろうと。2061年には897万人。 892万人に増えるだろうというふうにね、えー、予想されていますそんなこんなで先ほど200億円のマンション正確にはね217億5000万円のマンションカジノの再開発のところのマンションのテントハウスですけど1日で完売したとでシドニーではなく、まあ、例えば不動産が高いというとロンドン ね。えー、ロンドンだとマンダレオンオリエンタルホテルが管理する、えー、ワンハイドパークというね、えー、アパート、ね。まあ、日本でいうところのマンション。これ253億4億四千万円。ねまあ、すごいですよね。で、他、えー、いろいろあるんですけど、日本に目を閉じると。もう一桁少ない。なんかね、15億円はすごい豪邸だねって感じですけど、 海外と比べてみるとね、15億で高いのかと、ね、えー、いうぐらい、えー、一等地の値段も安い。で、しかもね、建物の、えー、設備とか、えー、作りとかはね、はっきり言って日本の方がいいです。だから、いいもんであっても10分の1以下で買えると。これは極端な例ですけどね。えー、それがでも日本の、まあ、標準的な物価です。58階だってマンションね、最上階8億円と。 記録破りとかって、それでも日本だと高いんですけど、まあ日本以外の国から見たらね、まあ一番高くて8億円なのという感じです。で、間違える金額もでかい。ね、これはちょっとね、えー、番外編ですけど、なんとね、ウエストパックという銀行が、ウエストパックという銀行って言ってもね、オーストラリアの三大銀行の一つですけど、間違えて5億円送金しちゃったと。 間違えて5億円って何だよって感じなんですけど、送金された人も送金された人でね、えー、なんと5億円、ねえー、送金されてたんで、3億7000万円、ね、無駄遣いしちゃいましたと。無駄遣いも豪快ですよね。まあ、そんなオーストラリアのアマゾン、ね、えー、折り紙が1万円で売れてます。何もすごい折り紙じゃなくて、 えー、その辺の折り紙をセットにして1000バズルセットってやったらね、1万円で売れちゃってます。これ日本だとありえないですよね。えー、やっぱオーストラリア、財布の日も緩いなという感じです。折り紙1000枚、ね。木の箱。風呂敷。これセットにして日本で1万円で売れるだろうか。売れるわけがありません。ねまあ、そんなこんなで、えー、オーストラリア、折り紙ですら1万円で売れてると。で他、ベイブレード。 日本だと1328円。これが、えー、45.69ドル。ねえー、約4000円ちょいという金額で、えー、売れてます。でシドニーね、えー、これね、たまたま、まあ、会員さん、ねえー、シドニーにちょっとね、旅行行って、えー、物価確認してきますと、ね、いうのをおっしゃってたんで、まあちょっと、 まあじゃあこんな風に確認してくださいと言ったのが、まあ過去3ヶ月にね、自分で日本で買ったもの、これをリストを作ると。それをオーストラリアでね、いくらで売ってるか、あるいはそれが探してあるのか、探してくださいとお願いしました。ほとんど気の利いたものはオーストラリア、シドニーは大都会ですけど、オーストラリアの中の大都会ですけど、ありません。あっても数倍の値段で売ってると。 あと、弥生県でご飯を食べると。日本だと非常にね、安上がりにご飯が食べられる弥生県。ね。オーストラリアでは3倍から5倍の値段がします。一風堂でラーメン食べても一緒ですね。えー、味は落ちますが、値段は倍以上です。それから、イケアに行くとね、これはもう非常に、えー、オーストラリアに輸出したくなります。なぜなら、日本のイケアからそのまま運んだ商品を2倍から5倍で、えー、売ってます。それから、ダイソーに行くと。 ダイソーに行くとね、2.8ドル、約250円ぐらいで売ってます。しかも日本より品揃えは貧弱。で配置もね、陳列もなんか売れちゃったもんはね、売れたまま棚が開きっぱなしとかいうね、そう日本じゃ考えられないような感じですけど、それでも売れてるという状態です。さらに、シドニーの小売店は指時終了と。 指示で終わってます。デパートとか、えー、店、ほとんど大きな店、指示で終わってます。なぜならね、人件費が非常に高いんで、長い間開けとくとね、人件費かんでしょうがないと。で、毎週木曜日が午後9時まで営業してると。まあ、木曜日か土日じゃないと買い物できないと、ね。あとは昼間暇な人は買えるけど、暇な人というかね、そう、仕事サボって買いに行くことも多いですからね。まあ、早く終わってもいいんでしょうけど、まあ、そんな風に、 空いてる時間も短いし、えー、店員もやる気ないし、陳列もなってないし、掃除も行き届いてないと。だけど、値段は、えー、2倍、3倍、4倍、5倍と、ね、いうのが、えー、シドニーの物価品揃えになってます。これ確認するとね、これ日本のものそのまま持っていけば売れるねという、ね、自信が深まると思います。IKEA、まあね、ダイソー、 や生県というところは辺を回ってくるといいかなというのでね、えー、指示して、もう帰ってきてね、やっぱりね、自信を深めてましたね。やっぱオーストラリアね、高いですと。物ありませんと。これなら確かにね、えー、ダイソーだろうかその辺で売ってるもんだろうか、お送りは儲かりますねということでね、自、え、信、ー、を深めてました。これオーストラリアどれですけどね。で、 10ドルが870円というのは、オーストラリアのものを反映してない単なる数字と。ねえー、物価が分かる実際の消費行動に当てはめてみると、シドニーの物価、ねえー、5ドルでペットボトルの水やコーラが買える、ね5ドルですよ。400円で水売ってるんですね。で、買う人が普通にいると。で、20ドルで安いランチパックが買えると。ね、普通に日本だったら500円以下で食えそうなランチが、えー、20ドル、 約円ぐらいしますで40ドルでやよい軒の定食を食べてビールか、えー、安いワイングラスが飲めるとやよい軒が3600円かよという感じですよねでシドニーがそんな状況なんですけどこれ東京と比べるとどうかというと、まあ、東京だとね、えー、5ドル約440円だと、えー、ペットボトルの水やコーラ3本買えますよねで えー、1740円で安いランチ弁当は3人前買えると。やよい券も、えー、1 2うん、1百5 0円か。で、3人がやよい券でて食を食べてビールか安いワイングラスを見ると。だ綺麗にね、大体3倍ぐらいが、えー、オーストラリアの物価という感じになってます。これね、えー、オーストラリアにほとんど行ってない日本人の人は意外に思うみたくて、この物価を言うとね、えー、日本より高いですね、と。 驚きますけど、今や日本っていうのはね、物価を比較してどっちが高い安いを言うんであれば、えー、オーストラリアではなくて、え、比較場所はベトナムとかタイとかね、その辺と比較してもね、負けちゃうぐらい、負けちゃうぐらいっていうか、タイとかベトナムの方がね、えー、物価が高いという、いうね、えー、あんま海外に出てない日本人にとっては、えー、ショッキングな、えー、状況になってます。これはね、えー、時給なんかの 開きもオーストラリアと日本だとやっぱり3倍、2倍、3倍違います。日本の平均年収は420万円。オーストラリアの最低賃金53,900ドルより安いです、ね。平均収入がオーストラリアの最低収入より安いというような状態です。でオーストラリアの平均年収はね、7万ドル。で働きが多いので世帯年収は13万ドルぐらいです。でなぜ 共働きはできるのかということなんですけど、まあ、平均勤務時間は週37時間。しかもね、朝8時から10時、好きな時間に出社、子供を学校に送ることは可能です。これはね、え、オーストラリアだと子供の送り迎えっていうのは、親がやらなきゃいけないんで、それができるように、えー、会社の方も、えー、きちんと決めてます。でね、えー、働きながら、えー、子供を育てないし、ランチは優雅に、 ね、ビールどころかボトルのワイン飲んでやがるし。まあね、これね、行って実際に見ないとね、ネタとかオーバーに言ってんだなって思うぐらい、えー、日本とは、えー、ありとあらゆる感じが違います。でさらに、ね、輸送コストなんかも、えー、非常に、えー、オーストラリアは高いと。ねまあ、海外に物を送るのね、EMS というサービス、まあ大体世界中提供してるんでそれ使うんですけど、 日本から送るとね、えー、3、4日で届く EMS2000 円で送れます。オーストラリアまで。ところが、逆向きにオーストラリアから日本に送った場合どうなるか。ね。2営業日で届くクーリエっていう便だと8000円弱ですね。4倍です。しかも、これね、えー、荷物を出した日は数えないと。そして土日祝日完全休業って形なんで、まあ、えー、EMS と同じカ,カテゴリーって、 書きましたけど、実際にはね、多分 EMS の方が先に届きます。ね。せいぜい同時ですね。こっちの方が早いってことはほぼない。まあ、そんなサービスで4倍。ね。で、4営業日で届くエクスプレスで4000弱。2倍ですね。で、これ言って、まあ4営業日っていうのは1週間で届いたらいいなって感じなんでねえ。日本で送るところのサルビンよりちょっと遅いぐらい。おまあサルビンと一緒ぐらいかなっていう感じになります。 そんなこんなで、えー、まあ全然ね、もう、えー、輸送費とか高いです。まあそんな状況なんで、まあオーストラリアアマゾンね、えー、日本のものを輸出すれば、今の本業よりも稼ぐことができるチャンスがやってきます。ま,あ、まず、ここをクリックしてね、オーストラリアアマゾン輸出サポート申し込むページを見てください。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。